皆さんこんにちは、アイナです。まずはじめにチャンネル登録を必ずお願いします。柏原芳恵さんは日本の歌手および女優であり、1980年代初頭のアイドルブームを代表する人物の一人です。彼女のキュートなルックスと明るいパーソナリティで、彼女は数百万人のファンを魅了しました。1980年に15歳でデビューし、彼女のキャリアはすぐに高まりました。彼女のデビューシングル勉強ができないは大ヒットし、その後も多数のヒット曲を生み出しました。彼女はまた多くの映画やテレビドラマにも出演しました。彼女は自然な演技力を持ち合わせており、その能力は彼女がただのアイドルではなく真の芸能人であることを証明しています。才能とカリスマ性を持った柏原芳恵さんの代表作の映画参戦をアイナがご紹介いたします。ああ、懐かしの映画、俺ら東京作業部だ。これはシンガーソングライター吉幾三が作詞作曲し、1984年に発表した楽曲をもとに1985年に松竹が制作配給して公開した作品だ。この曲歌詞が、主人公がないものづくしの田舎から東京へ出るというもので、あの頃の情熱とワクワク感がよみがえるね。そしてその映画版は、東京でカメラマンの助手として働く息子と、その生活ぶりに落胆する両親との確執を描いた人情コメディ、思い出すな若き日の自分に重ねて涙したものだ。吉幾三自身もタクシー運転手役で出演していて、その熱演も印象的だった。あの頃はビデオが発売されていたけど、今となっては廃盤。DVD も未発売で、もう一度見たいと思ってもなかなか難しい状況だ。でも、それだけにこの映画の思い出は特別な存在として心に刻まれているんだよね。ビーバックハイスクール高校与太郎協奏曲、1987年に公開された一作だ。木内和弘の原作ビーバックハイスクールを元にした映画シリーズの第4作目だったね。懐かしのストーリー、広志、清水幸次郎が偶然知り合った女子大生真由美、柏原芳恵とのエピソードが始まりで、城東工業高校大学組の柴田西との抗争に発展していくんだ。あの広志がトラックにはねられて左足骨折、徹がチンドン屋から奪った馬に乗って仲間を助けるシーン、まさに青春映画の象徴だったよね。そして語りたい裏話がたくさん。清水幸次郎が高所恐怖症で少女隊に蹴り飛ばされて牛のアドバルーンにぶら下がるシーンが最も苦しかったというエピソード、本当にリアルなリアクションを見せてくれて興奮したよね。それに映画の最終選考で小倉忠史が歯が抜けるかと那須監督から問われて、大丈夫ですよと答えたエピソード、まさに役作りのための献身さに感動したものだ。そしてクライマックスで徹が馬に乗って駆け下りるシーンがアニメーションになる場面、那須監督のアニメの技術はすごいの言葉に中村徹も同意したんだ。結果あのシーンは観客の期待を超える仕上がりだったね。なんてったって柴田役の小倉忠史が最も印象に残っているシーンを挙げるとき、あの場面を挙げているってこと。
撮影では那須監督から、あの山のてっぺんから、トールが馬に乗って飛んでくる。柴田一派はあの方向を見ながら仰天して倒れてくれ、と言われ、演出通りに演じた彼らのリアクションがまた素晴らしかったよね。ビーバップハイスクール、高校与太郎協奏曲、当時の若者の心をつかんだ不朽の名作だったね。あの頃に戻れるなら、またスクリーンで見てみたいものだ。1988年のバージョン、青い山脈、88について話しましょう。あの日、劇場の席に座り、スクリーンが明るくなるのを待っていたのを覚えていますか？それは青森県を舞台にしたシリーズを大胆にリメイクした作品でしたね。そして何といってもインパクトが強烈だったのは、舘ひろしの演じた保健の先生、その服装、姿、立ち振る舞いがとても印象的で、裏関根テレビでも取り上げられましたよね。彼のゴルフクラブを握る姿がライフルを磨いているよう、囲碁を打つときは星を追い詰めていると評され、まるで刑事みたいだと言われました。また懐かしい出演者も話題になったことを思い出します。第一作で主人公を演じた池部亮が一転して封建的な父親を演じたんですよね。それには驚きました。そしてこの映画といえばやはりその主題歌、青い山脈。今回は舘ひろしが歌ってくれたんですよね。その深い歌声が今でも耳から離れません。思い出深い青い山脈、88、その日の感動を今も心に留めています。それでは最後にもう一度素敵な写真の数々をご覧いただきましょう。
最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価をいただけますと制作の励みになります。応援コメントもお待ちしております。よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。